毎シーズンもここは釣れんだけどさ、岩盤どんぶか系だからさ、あんまり好きじゃなくて、ハイシーズンは来ないんだけど、切り立った岩壁から結構ストーンと 7,8 メーターまで落ちて、でここら辺一帯がそのディープのフラットがずっと目がかんないフラットが広がってんだけど、でもハイシーズンもその岩盤打ちとか得意な人は、なんだあれ巻かれた、最初グングングングってなってやられた、はい、あまだほらほらほら引っ張ってる、ほらほら、でも立ち木にね入っちゃって、ちょっと行くね、逆側回ったら取れないか、3ポンドラインだからちょっとやべえ、いるんだよ、や巻かれた先にいるんだけど、くそごめんね、ちょっとまあでもここの下に魚のいる立ち木があるんで、そばに群れてるかもしれない、くそいるわ、いた、だからライトラインになった完全に家になっちゃった結構丁寧にズル引きしつつ、たまに投げ直してみてね、基本はここ、そう、今俺がかけちゃったみたいに立ち木絡みの越冬バスもいいんだけど、基本ワカサギがぐるぐる回遊してて、朝一それを追って追いかけ回してるからそこじゃ食わないんだけど、この沈んでく時にそこまで追っかけてって結果そこで食うっていう感じだから、でもまあ基本はズル引きで OK なんだけど、たまに投げ直してあげると釣れるチャンスが、今の全然元気だったから 3.5 ポンドに上げた方がいいかな、まあでも大会前に神社下にルアー食う魚がいるのが確認できたのは収穫収穫、そこにシルクワームでしか釣れない木がある、今日はレッグワームの鬼が後ろに乗ってるからレッグワームの木に変えてくれそう、でもここ最数年はねレッグワームだけで押し切ってるね、そのそれでもレッグワームが釣れない時ってどうしてもあってさ、そういう時にディトレーターとかシルクワームとか、シルクワームがまあレッグワームがよっぽど当たり出なかったらまあ次の一手かな、どちらかっていうとワカサギ食ってる時はレッグワームなんだけど、そこのちぎるとかゴリ食ってんなって感じた時はシルクの方が絶対効くんだよね、レッグより。ここはまあ一日の中で飽きたら付け替えて、違和感があったら立ち木を乗り越えていってる最中だからさ、それがトゥルンって抜けてまた沈んでく時にフリーフォールとかさせると、そこが最大のチャンスになるかな、ちょっとでさっき当たりの出た角っちょエリア、田辺さんだ、当たりがそこ角で2回あって
頑張ってください。すごい田辺さんだ。お魚マークが出ない。それについててくれればちょっと 楽なんだけど。ああ、ここやっぱトンビがいっぱいいるな。なんか上空を旋回して虎視眈々と。でも残念ながら俺はもう食べてしまった。あいつら俺らの餌ゲットできたらニジマスだからね、超嬉しいよね。やった米じゃねえぞっつって、パンでもねえっつって。
たった。魚じゃねえか。オーツシティーパーに移って冬のバスが、よいしょ、釣った。はい、1月の亀山、なんとか越冬バスが釣れてくれました。ちょっとね、もうあまりにも釣れなくて、定番の黒のレッグワームに来たところをコンコンコンといい感じでね、ちょっとね、今日はね、ちゃんとディーパーを使って水深とか調べながらやってみております。11m ね、11mで釣れました。じゃあ逃がします。裏はね、黒色のレッグワーム